わからへん。性別違う騎士かもしれない。まあ、女の子が入ってる可能性ある。あの重装備の下は。それを向くんでしょ。ワンちゃん。ああ、とりあえず、一般兵たちどうしよう。もらってくればいいのかな。もらっとけば。面倒、撃つよ、もう。勝手に行くな、ええよ、撃てていいよ。俺は逃げるぞ。上まで逃げるぞ。俺のもんだ。ヘイ。ナイスシールド。コンバットフレームが邪魔すぎて敵が狙えない。タカちゃんのシールドあるから一旦ほっとくね。まあ余裕だね。あれなんか即死してる。奥の人が見えない。こっちも見たいんやけど。タカちゃん、じゃああの前に行くしかないからフィールドを解除しといて、次俺のフィールドを置くから。次の戦いは。うお、人がいっぱい歩いてるわ。ここで、よし。お、切れた。よし、切れた。あっ、これめっちゃ移動するやん、これ。前転の距離長すぎだろ、こいつ。姿が見えん。いや、いいね、建物綺麗な感じは。弾が遅い。ニクスまでもうちょい。撃ちたい放題だぜ。半分ぐらい当たってない気がするぞ、モンスター。よしよしよし。こいつら全員倒したぐらいで。あと、あっち来たね、これか。めっちゃ。ニクス、俺ちょうどたまらんわ、これ。超強い攻撃。たまった。よし、タカちゃんたまったろ。そう、俺 99% ぐらいだからな。つまり、タカちゃんはたまってるってこと。次のんがきだけれど、あと一体倒したら俺はいい。あ、これ真上に投下されそう。曲がっていった。落ちない。はよ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 。あ、我慢できずいた。で手前からか。なんかすごいやつだが来た。その中ちゃん、次の電磁衝撃どれぐらい溜まってる。じゃあこれ壊れたら頼むな。あ、いいよ。あと1体倒してくんねえと俺のお肉呼べねえから。ミサイルマンが来た。ちょっと壊れそうだな、怖。ちょっとごめんなさい、一般兵。何目の前の一般兵に105ミリ見つけちゃった。ごめん、タカちゃん、早めに。自殺志願者がいた。どこいた。あ、でもな、崩れたの。敵の攻撃か。いや、味方。あと1体倒してくれれば俺も肉質が読めるが、そろそろ怖いな。強固なアーマーと重武装。おい。地上部隊の天敵です。よし、立てた。敵ちょっと持ったね、中ちゃん。おー、ショールモニクスが呼べる。後ろから一体来てる。焼くだけの簡単なお仕事。後ろ2体呼び。まあ、中に入ってこなきゃ。これも視界邪魔だな。中入ってきた、中入ってきた、中入ってきた。なんか俺銃撃ちながら移動してるわ、反動で。うん。いつの間にか、なんかバリアの外にいる。早く早く。あげた。ナイスシールド。あ、でで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 、なんだこれ。まあ、えらい中に入ってるけどね。中に降りたもん。うん。何もさせない。何もさせない。下がるな。痛い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 。何もさせない。この爆弾魔。何もさせない。だいぶ中入ってきてるな。まあ、最前線で巻いたからな。まあ、まだ一般兵も結構生きてるし。させないぜ。貢献もなかなかのもんだね。はよ倒れろ。強っ。このし、あれ落ちてもた。え、誰がぶっ壊したの俺の狙撃。
やけやけ。よし。焼くだけだからかなり強いんだ。一体で7個ぐらい落としてるな。それだけ強いってことだよ。よし、あと3体ぐらいで、こいつもハマってるから死亡確定。はい、いったんこいつ。もうカードアイテム集めに近づいてくんじゃねえか。速いやつがすごいスピードで。ゆっくり炙っとくからアイテム集めておいて。アイテム集めよう。ゆっくり炙ってるから殺し切らないように死ぬなこっちは。俺超ゆっくり炙ってる。復活したりしないようにゆっくり炙ってるからアイテム回収ゲージがない。炙ってることがエグい。ほら超ゆっくり炙ってるから。あ、手が復活した。ああまあ、ああまあ無理。まあまあアイテム回収を任せたい。いや体が復活してきた。そろそろ炙り切るか。トマさんが全部取ったから。ああよし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 。あ、ちょうどあれそっちにいっぱいあるんで。こっちにいっぱいあるのは回復ばっかり。ああ、まあ、ある程度取ったね。左右ギリギリ武器を取った。てか強いな。デストロイキャノン今さら。お、なんかニューがすっげえいっぱい見える。バルカンレベルアップ、爆撃機新しいの、そんなもんか。今から75の爆撃ニューって言われても、もう80いくつ持ってるよ。で、使っていくんだよな。ヘビー行くで、ヘビー。ダメージ1かよ、レベルまだ。ゾーンプロテクター。ダメージ1だと1個前の6とかの方が強くない？そう。ですよね。あー、巨頭落下ってことは、でっかいテレポーションアンカーか。あー、やっぱりこれでしょう。俺これ。お気に入り。お、焼くやつ強気。でっかいテレポーションアンカーだろうな。ビッグアンカー。いやまあ大丈夫かな。アンカーには 105mm 超威力だからね。スライドホールも強いけど。あ、タカちゃんもあれ持ってくの。バルジ、バルジ持ってく。バルジも超焼けるもんな。基本セットなかったっけ。ん、バルジは時間 長くてジリジリってやつだよね。そう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 。まあ念のためにミニをあれにしとこうかな。ミニをゼクサ、近距離さばけるようにゼクサにしとこうか。オーケー。30秒でヒルすごいやったよ。じゃあ準備完了。巨頭落下、でっかいテレポーションアンカーだろう普通に考えて。銀雲とかいたらまずいな。そうか、銀とか金転送されたらやばいな。そろそろ来てもおかしくないよね、転送で。とりあえず速攻落とす。どれだ。まだ来てないわ。いきなり振って、お、目の前、目の前。すぐに破壊しろ。一応傷張っとく。いいもん持ってきてんじゃん。よし、1個目。オッケーオッケー、楽勝だ。で、来たやつ全部マサドしちゃおう。あれ、エンド・オブ・アースさんは何をしとんこれ。なんか上で、降下線みたいな、集中線を出せる。あの変な線、あの線が、あれ、エンドボス。死んでる声がするんだけど。修也が俺の前をね、フラフラ回るから、あの、修也についてってる NPC が行くんだよ。もう肉で終えるじゃん。クンウォーグ来てるね。怖いな。まあ、ゼクサが守ってくれるか。大丈夫、大丈夫。大体一発だ。次の来た、次の来た、どこ？どこ次の？どこ次の？見えない。見えない。上。蜂が飛んでっけ、蜂。蜂は。蜂が飛んできた。蜂とカエルと一緒に飛んできた。遠い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 。カエル。どうせタカちゃん、俺ら二人がかりで無理か。あんた。あ、めっちゃ遠い。いや、そんなの無限ってる。赤がいる、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 
破壊砲持ってきてる。狙撃した、なんや、なんかで死んだ。初めに視界取らなきゃダメかもね。いや、シュリア。ブラブラ、なんか仲間の。おい、シュリア、聞いてる？うん。破壊砲持ってきてるって、シュリアさっき。うん、105ミリあるから壊せるよ。じゃあ、あれ。どこのビル壊す？右前。右前まっすぐ。これ全部壊してきた、見える。あれ、いた。もっと遠くにいるのかと思ったら。すぐそこで死んだ。こっち、うん、こっち、こっち。ちょっと壊していくね。あのまま。で、シールド今チャージ中か。うん、今壊れたばっか。なんだ、オッケー。処理かな。よしよし、で、一応処理は終わった。あと、カエルっぽいのが一匹。ちょっと壊していい？もうちょい左。もうちょい左。うん。それ壊したら見えるかな。ああ、あれか、残ったあれか。お、見えた見えた見えた。え、あそこに届かんから、ちょっと距離縮め、近くに行きたいな。届く。いいね、届くのかよ。ちょっと近づいてくるわ。よし、行った。こっち、1トンかい。いて、カエルが。カエルが火を吹いてる。動きが速い。できた。まあ、噛まれる心配はないから。後ろに新しいの置いといた。でも、結構炎のダメージが。飛んでるカエルどもと一緒に加賀君焼けそうなんだけどさ。おお。右奥。逃げたけど今降りると死んじゃうから降りれない。距離感。ああ、まだ飛んでいくよ、いっぱい。また蜂だ。ここにシールドを貼る。いいね。蜂なら焼くぜ。少数民族になろうとしているのです。まもなく地球人という言葉はエイリアンを指すようになるでしょう。あれ、もうシールド壊れた？あれ？あ、壊れた。早っ。え、一瞬で壊れたぞ。彼らに許しを乞い、許された一部の土地だけで細々と生きる道を模索せねばなりません。うわっ、うわーい。それが屈辱の道である。やめてください、死んでしまいます。フィックスにとりあえず乗ろう。地球の先住民族として。で、敵を減らそう。なんかすごいビーム出てない。後ろに置いてきてるぞ。なんかすごいある意味ワイヤーになってた。何その、あの効果点というかエフェクト、勝たないエフェクト。役立つのかどうか別として。いや、だからいいね。なんか蜂が飛んでて刺さって死んようっていう。あ、そのエフェクトいいな。傘 かっこいいんだけど、ジャンプするのしないやつ。空中に出すやつじゃねえな。終わった終わった。はい。拾ってってやつか。赤ちゃんが乗ったの俺のじゃね。いや、俺後ろに置いてたから。もう。ここに新品があった。拾ってきた。それバースってこちらまっすぐ直線だけだったのに、あんなに広がっちゃって、どうすんだよ。あっか。進化したな。じゃあ視界取るぜ。はい。じゃあね、こっちだな。あった。見えた。もう多い。はい、こいつは1等やん、こいつは。けど、タカちゃんの視界取ってあげればタカちゃんが焼いてくれるからね。よっ。どうにかそこらの雑魚をどうにかしてくれたら。ああ、俺が行くぜ。見えねえ。あれ厳密に言うと見えるけど、されてる。あ、見えたけどめっちゃなんか消える。こいつら倒したからじゃないと危ない。ダンゴムシが降りれないだろ。ダンゴムシがピャーンピャーンって乗ってない余裕だけど。タカちゃん、そろそろ次の行けそうじゃない。うまし絶対しない。乗り直せる。俺直せる。ああ、
出演してくれたら。オッケー、照射完了してんじゃん、やる。よし、あとはほっといたら、ほっといたら同じとこ私がオッケーだよ。どうにかしてくれる。よし、ふう、効かぬ効かぬ。俺が今9割次で呼べる。もうすぐ、ほう、ニクスがいっぱいあるな。4台残ってる。4台呼びすぎたら消えるんじゃない。3台目呼んだら1台目が消える。4台目呼んだら、4台目呼んだら3までいけた。よし、次の呼べる。新品で終わりか。黄色、あ、あれだ、黄色味方。アイテムをよろしく。ライブごと来たね。次またまだクドンやん。これが本番でしょっていうロングだから。あ、見えた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 。速攻と、はい、エンドアースを置いてきた。ほんまや。あれ、後ろにもある。あ、2台同時に来たっぽいな。どうにか1台落とさなきゃ。チック壊れた。よしよしよし、とりあえず乗り物乗って、ただ体力を。銀が来た。銀の、マジ一体なら余裕だけど、とりあえず一体だな、あいつ。銀をとりあえず殺せ。ごめん、金いるじゃん。金もいんの。お前、金いる。金優先、金優先。何これ怖い。うわぁ、怪しいんだ。あんたに焼かれるのが痛い。香川君が死んだか。しかしドフリーにしてくれたらどうにかできる。香川君はこの中でも最弱。四天王方式。いや、壊れた。呼べる、呼ぶだけ呼んどけば。呼んだ、呼ぶだけ呼んだ。よしよし、壊れて死んだ。あー、世界旅行は。さっき今回飛べるやつ。飛べるやつやけど、壊れてけど復活に降りるのが怖すぎる。そうそう、それそれ。はっ、うわー、ショーサレーダー撃てなかったんだよな。君らそのまま焼き切れるか。よし、こいつすぐ壊した。これは戦える。俺もニックスの新しいやつをとりあえず呼んでおけば。クマさんがやばい、クマさんがやばい。よしよしよし、離された。キャー、あーっと、これ殺しきったらか。おう、怖え怖え。新しいのに乗り換えたい。読んだならそのまま。とりあえず銀をやる。おう、とりあえず銀をそのまま。銀2体目いった。1体はやれた。帰る帰る。次のビーグル俺の目の前にあるよ。なんか一回離れよう、一回離れよう。あ、壊れた。テストポイントが1万。クマさんの前に新しいのある。いや、これは死ぬ。さあ、この方なんだ。香川君を一回やらせてこっちに来るんだ。カイに食われたら詰む。食われた。うわ、レクサ、レクサよ。私の飛んだ。香川君復活したらすぐ飛んで逃げてで、もうアリが一挙、アリがクモ、クモも一挙、クモ危ねえ。これでいいぞ。そうな。クマさんを起こすでいいじゃん。そのままタカちゃん行って。タカさん乗ったらいいんじゃない？いや、俺待って、タカちゃんに置いとこうかなと思ったんだけど。以上のゼクサが起こした。よし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 、あと1回。終わった、終わった、あと1回。あぶんねえ。あぶんねえ、マジ。終わった。あ、終わったんや。回収回収回収。回収回収。市街地の防衛に成功したのはギリギリ耐えた。ここだけです。恐ろしい。
あー、つら。飛ぶのがいっぱいはきついな。うん、マシンガン最後出したのが素晴らしかった。そう、意外に取れてる。結構ある。そんなにないかな。でもタカちゃんのあれだ、スプライトのバルジ照射レーザーが良かった。どうぞ。まあ、あれでほっとけるからね。150mm4D サンダーボー、リロードがマックス。1秒早くなっちゃうな。次はどこだ。メイジ近いな。大いなるカイマベータが、ベータってなんだっけ。アリクモ、クモか。キングじゃね、クモの。キングだな。キングじゃねえこれ。そんな気するわ。となると遠距離から一気に超火力武器 105mm 強いです。電磁障壁マルジでずっと焼ければいいんだけどね。ちょっと怖いね。遠くからか。遠くからならバトルキャノンでいいんだよな。近く振る前に殺せたら楽勝だ、ね、ミサイルでもぶち込むダメージ。テンペスト、威力は28万。当てれる気しねえんだよなこれ。当然ザコもいるでしょ。いるでしょうね。どうかな。テンペストか。テンペストって何武器だっけ。ミサイル。クマさんレンジャーで行くんなら。ミサイル。レンジャーにミサイル。ミサイル。違うな。もうすぐ 20% 超えそうだ。確かトロフィーもらえたな。 20% 超えたら。35万ですって、なかなかやな。ただ問題はザコが大量にいたらミサイルなんか誘導してる暇ないんだよな。入ってみないとわからないか。テンペストはどこだ。テンペスト、テンペスト、魅力的ではあるな。レーザーの乗り物は何で行こう。あれ、ないぞ。なんでだ。それレンジャーだからじゃね。レンジャーじゃないかったっけ。テンペストは、テンペストはうちらです。エアレイダー。あったよね。レンジャーにはなかったと思う。テンペストなかったっけ。うん、レールガン持ってかれたけど。エアレイダーのテンペストは28万だったけど、おー、当てれる。38万7800。おー、すげえ。俺28万なのに。だいぶ強化される。強化された。そんな変わるんや。星1と星10じゃもう桁違いっていうか、威力3倍ぐらい変わるんじゃない。正直5か6ぐらいないと1個しか使った方がマシだもん。だいぶ強化された。テンペスト2人いたら銀は、ま、大きいのは任していいだろう。小さいのを俺のフォースで一気にいけたらいいな。フラッカー、コンバットフレーム、ニクス。もうニクスレッドしか乗れねえよ。動き遅すぎて普通の。わかる。これも遅いの。赤以外は全部遅い。遅いけどそっちの方が一応火力はある。うまく動かせるんならそっちの方がいいはずっていうか。俺のこと言ってんの。レッドガードだけあのシャアだから、いつも乗ってる俺たちがばらまいてるやつ。あれで速いんや。そう、あれ正直あれに乗れると普通のニクスほんと乗れない。でも俺たちのレッドガードがいっぱい落ちてくるんだったら他のでもいいんじゃないっていう。150mm 28万で死ぬかな。巨大銀アリは無理だろうな。87mm 速射砲の方がいいのかな。なんかビッグバンでプラズマグレード。近距離用の武器はミラージュで固めるか。まあいいか。よし、じゃあ行きますか。
はい、じゃあ68、大いなる海馬、ね、ベータ型の侵略生物が突入しました、ね、フェンサーチームが駆除に向かいます。援護してください。